どうもこんにちは今日もメカ実況をやっていきますこちらはインプラントのデイリーオファーなんですがついにですね金色のレールガンリロードのインプラントが出てきてくれました A コインは3100で購入することができます現在 A コインは 1700A コイン近く持っていますので余裕で手に入れることができますでは早速金色レールガンリロードを購入させていただきます、はい 買っちゃいましょう金色レーールガンンリロード、A、コインで購入いたします、はい、購入入、はいいたたししまます買っちゃいましたうわーすげえ嬉しいこれね過去にね2回見つけたことがあるんですけどその時は A コイン3100がなかったのでスルーしちゃったんですよね A コインをねしっかり貯めてきましたのでレールガンリロードレジェンドを手に入れることができましたはい では、レジェンドレールガンリロードを手に入れましたので、確認していきましょう。インプラントリストで。はい、ありました。レールガンリロード、こちら。さステータス確認すると、レベル6まで上げたときに、レールガンリロード時間がマイナス22%も回復いたします。レールガンは1発10秒となっているので、2.2秒回復するっていうことなんですね。今ね、自分が使っているレールガンリロードなんですけど、こちら、マーベリックに、 装着しているレールガンリロードレアが、はい、レベル6まで上げたんですがえマイナス10%となっております。まあ、約ですね1秒回復スピードが上がっているわけなんですけど、まあ、今後ですねこちらのレールガンリロードを最大レベル6まで上げることができればさらに 1.2秒もリロード時間が早くなるっていうことなので、キルスピードがですね、もうめちゃくちゃ上がると思いますね。トーナメントでは実質ボット狩り競争みたいなところがありますので、最大2.2秒ですね、回復スピードが早くなれば、まあ、レールガンを打ちたい放題っていうことになると思います。早速、金色レールガンリロード装備させたいなとは思ってはいるんだけど、レアのレールガンリロードを外そうとすると、インプラントパーツがもったいないので、 インプラントパーツ90%、まあ、回収デーの時に金色のレールガンリロードを取り付けていきたいと思います。あと、マーベリックなんですけど、もうそろそろね、限界を感じてきましたね。まあ、エピックパイロットって,言っ,とっていうことなんですけど、まず HP が少ない。で、武器ダメージも少ない。そして、 スナイパーーダメージも少ないいっていう三拍子ですね今となっては、レジェンドパイロットを主力として戦うことが前提のゲームとなっていますので、もうエピックのマーベリックでももうきついですね。で、最近なんですね、スナイパーのレジェンドパイロットであるこちらバロンが追加されましたので、そろそろこちらのアークエンジェルがインベントリで販売するんじゃないのかなと、まあ、期待してるんですよね。今、イベントでアークエンジェルが景品となっていますので、まあき とね、年内にアークエンジェルが A コインで購入できるようになるんじゃないのかなと思います。まあ、A コインはまだね、7500以上ありますので、まあ、余裕で手に入れることができます。なので、今回ね、 レジェンドレールガンリロード、まあ、手に入れたんですけど近々購入できると思われるアークエンジェルのためにレールガンリロードは残しておいた方がいいかもしれないなと思いましたはい、まあ、今回はですね、えー、ひとまず、えー、レジェンドのレールガンリロードを、A、コ行に3100で購入することができましたまた、まあ、このゲームなんですけど 金色のインプラントを手に入れていくことがあるかないかによって勝敗がですね消してしまうほどの効力がありますので今回ね金色のレールガンリロード 3100A コインで購入しましたけどそれだけの価値は十分あるなと思ってます。 はい。そしてこちらは、準メインメーカーとなりますランサなんですが、ペアリングさせているのはステファニア。そしてステファニアが、ランク6のレベル3まで強化いたしました。まあ、順調にですね、パイロットのレベル上げが進んでます。まだ時間はかかるんですけど、ステファニアをランク7にしたときに、どれだけステータスが上がるかっていうのもですね、検証をしていく予定です。はい。そして次に、アバードプレイオフイベントを確認すると、最後の報酬ありますんで、これ受け 取っていきましょうさあこちらもね7%の確率でお出ちゃったしかもロケット砲範囲うわーマジか1日に2つも金色インプラントを手に入れちゃったわーロケット砲範囲かあこれ人によっちゃめちゃくちゃ欲しいんじゃないのかなこれああありがとうございますはい手に入れちゃいましたロケット砲範囲のレジェンドを手に入れちゃったんで確認しましょうああったあったあったはい こちらロケット砲範囲のレジェンドまさかね1日で2つ手に入れるとは思わなかった運がいいですよねレベル6まで上げるとロケット砲ダメージ範囲がプラス66%っていうね脅威の武器となってますもうそろそろ自分もロケット砲を解禁するべきなのかもしれませんねマジでロケット砲ね一度も使ったことないんですよ購入したことがないロケット砲にふさわしい、まあ、パイロットも 購入ししてて話せるようにいいきたいですねロケット砲がないとね、ツーアーチだとかハイブリッジで勝てませんね。特にね、ツーアーチはもう絶対にロケット砲が欲しいね。<laughs> ロケット砲のレジェンドインプラント範囲を手に入れちゃいましたんで、検討しておきたいなと思ってます。 あと余談なんですけど勝利とバトル数を確認すると勝利数が1万623バトル数が1万3359となってますと勝率計算をすると現在79.50%ぐらいあともう少しで勝率が80%近くに来てますえ完全無課金のほぼソロ戦であともう少しで、えー、勝率が 80%にたどり着きそうです勝率が80%を超えたら勝つための立ち回り動画も上げていく予定でございますこの度インプラントで金色のレールガンリロードとロケット砲範囲を手に入れてしまいましたレールガンリロードに関してはマーベリックかアークエンジェルかどちらかですね装備して最強のレールガン使いを目指していきたいと思ってますご視聴どうもありがとうございましたはい